はい、どうも、メヘロジさんです。なんとか夜でございます。一本ね、動画を上げてる途中なので、まあ、ちょっと動画前後するかもしれませんが、ご了承くださいというところでございます。みずほ銀行がですね、楽天証券に出資します2割ですというのが、まあ、日経新聞の夕刊で出てるのかな、電子版に出てるというところで、まあ、ニュースになってるので、引っ張ってきましたというところです。で、まあ、SBI には、三井住友が、言うたらお金出してというようなところで、今、ネットで、まあ、言うたら証券取引する時代になっているので、その辺、メガと、証券が組んでですね、いろいろやるというようなところが増えてきてますよね、という流れで、まあ、ちょっと一歩遅れる形で、みずほが、みずほ証券を通じてですね、楽天証券出資というところで、やりますというところなんで、まあ、個人的には、みずほかいっていうところはありますよね。楽天としてはね、やっぱり携帯事業がうまくいってないので、金欲しいっていうのがあるし、どれぐらい、出資するのかっていうのは揉めたかもしれないですけど、まあ、2割かと。まあ、楽天証券の株の2割かっていうところですかね。上場するかもっていうのは確かありましたもんね。で、上場価値がだいたい4000億ぐらいなんで、その2割の800億ぐらいを、みずほが買うっていうようなことが書かれておりましたというところです。まあ、あんまり持たれたくなかったんちゃうかなと思いながら、20% やったら関連会社ですからね。発言権も出てきますし、多分役員送り込む的なこともなんか言うたりしてるんで、みずほから役員送り込んでもね、みずほの役員が使えるとは思えないんですよね、おじさん的には。別にそのおじさんだけの認識じゃないと思うんですよ。あんだけ、桜田ファミリアと、揶揄されるぐらいのですね、システムを使っているところと、そんなシステム統合なんかちょっと無理やしと。楽天証券のシステムをみずほ証券が使ってですね、ガッチャンコするんであればできるんでしょうけれども、まあ、みずほはみずほでプライド高いでしょうから、その辺のところの、まあ、M&A でうまいこといくところってあんま聞いたことがないし、みずほなんかもぐっちゃぐちゃですから、金はあるけどもって話ですよね。もういまいちいけてない感はすごいあるんで、まあその辺をどういう形でやっていくのかっていうのはまあ見物ではあるけども、楽天証券は楽天証券で資本関係があったとしてもですね、ちゃんとやった方がいいと思いますけどね。僕楽天証券のユーザーなんで、システム関係はちょっとやっぱりダウンされたくないなっていうところで、ちょっと懸念はしてますけど、一時期楽天の株主だったんですけど、楽天の株主でもないんで、別段、ええんですけども、なんかそんなドル箱だと思うんですよ。楽天証券って結構ドル箱なんですよ。内容見てなくても絶対ドル箱なんですよ。証券だし、投資に売ってるしっていうところもあって、ソニー生命とかもそうですけど、基本的に金融ってやっぱドル箱になるんで、で、それでネットでしょ。システムの構築のところだけしっかりしておけばですね、店頭に負けないぐらいちゃんと売れるはずなんで、っていうようなところを考えるとですね、絶対手放したらあかんやつなので、もうむしろ、携帯を、なんですかね、やめてまででも僕は金融に力入れた方がいいかなと思ってるぐらいです。なんでその、携帯は携帯でね、なんかいろいろやりたいことがあるので、僕は何とも言えないですけども、それは三木谷さんの頭の中の話ですから。そうですね、というところでございます。今後に、どうなるかというところですかね。話は詰めていくと思うんですけども、少なくとも、そういう、ネット証券をどうやって取り込むかっていうのは、前々からね、あると思うんですけども、これを見てたら、言ったら、三菱 UFJ は、au 株コモ証券と連携、野村は LINE と組んで LINE 証券作っているというようなところで、やっぱりこう、ネットと、言うたら、実動と、いろいろやりながらですね、やってるというところなんですけども、正直なところ、実動で売ってるのは、手数料が高いので、もう、あんなもんクソだと思ってるんで、あんなものは買うべきじゃないし、
っていうような中で、どう住み分けていくのかとか、まあ、どういう商品を、まあ、開発していくのかとか、まあ、みずほ証券で楽天証券が扱ってる、ものが、言うたら、まあ、なんていうんですかね、買えるようになったりしたらですね、ちょっとまた、可能性は広がるのかもしれないですけども、そのみずほ証券かます意味あるっていうところにもなるんで、で、そのみずほ証券を潰して、リストラクチャリングしてですね、まあ、銀行員にするのか、まあ、言うたら別のところにやるのかっていうようなところで、人員整理をするんであれば一定の効果はあるんでしょうけれども、まあ、多分それ以外にね、みずほはやりようがないと思いますね。やれるだけのスキルもないと思います。はい。なので、まあ、これ自体はですね、まあ、言うたら大手同士の、言うたらまあ、ガッチャンコでですね、規模がでかくなりますよって話なんですけども、僕個人としてはそんなに効果はないと。まあ、楽天からしたら800億手に入るんで、その、言うたら大赤字を出してるですね、通信の方を穴埋めできるし、第三者割当てをする必要もないんでね、プラスだと思うんですけども、みずほはどうなんでしょうねというところと、ガッチャンコしたところで、住み分けとか、まあ、うまくいかんと、どっちかというと僕は、楽天証券の、まあ、マイナスよりもみずほのマイナスの方がでかいんじゃないかなと、まあ、リストラクチャリングされるという意味でね、まあ、でかいんじゃないかなと思ったりはしますけどもね、その辺は、まあ、わかんないです。視聴者の方も多分、まあ、いろいろ思うところはあると思うので、あれですけども、あんまりいい手とは言えないけども、みずほ側からしたらあんまりいい手とは言えへんけども、ただみずほはみずほでね、みずほ証券っていう形だけでやっていたら、まあどうせ自利品なんで、まあそういう時にですね、まあ言うたら、プラスもマイナスも含めて楽天証券を買うっていうのは選択肢はありやったかなというところですね。どこまで先を見据えてできているかっていうところは、まあ見物というか、みずほがうまくいくとは僕は思えないです。はい。というところで、まあ、そんな話でございました。以上です。